きチャンネル。部長こんにちは。なんか最近サイン盗みメジャーでアストロズですね。アストロズですね。ダルビッシュのね、はい、YouTube でも語られてましたけど、はい、なんかちょっと大きな問題になって今調査かなり入ってますね。あ、そうですか。はい、はい、だからまあ高校野球でもね、なんかこうサイン盗みあったんじゃないのかないのかっていうね問題起きてますし、ね、うん、あ、僕が現役の時も絶対やってんなこいつらって思ったことは多々あります。はい、はい、それはねあえて言いませんけど、はい、だからまあ僕のね、はい、あのキャッチャーのサインの動画やったじゃないですか、はい、最初の頃に、うん、あのそれ見てない方は見てもらいたいんですけど、はい、めっちゃ複雑に出すじゃないですか、はい、それでももうカメラで抜かれて終わりなんですよ。そのルールさえバレちゃったら分析されちゃうから、はい、ってなった時にもうこれ時代の変わる時期に来てっちゃうから。え、何の どう時代が変わるんですか。サインについても、はいはい、もうこれにしよう。もうインカムにしよう。インカム選手みんなつけるんですかそれ。いや、もうバッテリーだけ。バッテリー、はいはい、はい、もうそれしかないんちゃうかっていう、はい、だからもう多分、うん、これもうなんていうんですかね、性善説に寄ってもう成り立ってるじゃないですか、はい、サイン盗みはもうしませんよねっていう、はい、もうこれもう紳士協定みたいなもんじゃないですか、うん、でも結局多分今後も、はい、いや怪しいとか、うん、絶対やってるよとか、うん、っていうのがやってようがやってまいが必ず議論にもう永遠になっていくと思うんですよ、はい、これだってもうこのサイン盗みって今始まったことでもないんで、うん、もうもう昔からあるわけで、昔はなんか乱数表っていうのをここにつけてたらしいんですよ。バッテリーで表をつけてて、はい、でピッチャーとキャッチャーが同じ表を持ってて、はい、であのもし1の2って出すじゃないですか、うん、そしたら1の2ストレートだストレートなんですよ。で3の5と出したら、はい、まあ、これがだからまあ何番目に出すかのそこら辺があるらしいですよ、はい、で3の5って見た時にあカーブってこれ毎日変わるっていう、毎日じゃなくてこういっぱいあるらしいんですよ。その要は1から10とか20とかいっぱいあって、はい、じゃあ1イニング目あ1ねって両方1持って、はい、1にして、で2イニング目あじゃあ3にしようって3にしてっていう、はい、だからもう1の2は、はい、初回はストレートだったけど、はい、次は1の2がカーブになったりとか、これお互い見て、はい、昔はもうサイン盗みがひどすぎて、はい、そうやってやってたらしいですよ。あ、そうなんですね。でも、うん、時間がやたらかかるんですよ、はい、これこうやって見るんで、はい、いちいちこうやって見るんですもんね、はい、はい、であとは、うん、これ1回1ねっつってたのに、はい、こっちは1で向こうは7つけてたらしくてでそれで、2の1はストレートだから、はい、2の1っつってカーブグイーンって何でやっつったらお互い違うやつつけてたっていうのとかもあったらしくて、でもそれぐらいもう昔もの日本でもまああったらしいですよね、そのサイン盗みは、はい、でそれがまあメジャーでも行われるようになって、多分これから技術がハイテク化がどんどん進んでいくから、うん、そのキャッチャーのサインをカメラで写すとか、うん、それを伝達するとか、まあ、伝達するのもこう噂ですけど、うん、なんかバケツを叩いてっていう、はい、その伝え方は原始的みたいなですけど、はい、なんかそのいろんなことが多分ハイテクにとって行われていくと思うんですよ、はい、だからもうこれはもういたちごっこで、うん、多分未来に向けても必ず起きると思うんで、うん、このもうサインをもう見えるようにしてやるのはもうこれ配信にしよう。こうもう配信するしかない、インカムでいきますか。インカムも、もうインカムしかこれもう改善方法ないんだね。あのアメリカンフットボール、はい、僕はあの NFL 好きだから、はい、アメフト見るんですけど、はい、アメフトはクォーターバックっていう、はい、その司令塔の人のところに無線がついてて、はい、そのヘッドコーチとか、はい、そのあのオフェンスコーディネーターとかディフェンスコーディネーターとか、はい、その部門の長の人から、はい、インカムで、はい、次何とか何とかやるよって言って、で来たやつを、はい、でまあ、そこ暗号化されてて、でまあ乱数法じゃないですけどクォーターバックはこれペロンってやつつけてるんですよ、はい、そのサインの、はい、その動きのシステムを、はい、でこれを見ているチーム、その出てる選手たちに、はい、はい、これやりますって言って動くんですよ、うん、へえ。もちろん、はい、あのオーディブルって、うん、あのその作戦しないでもう現場で決める時もあるんですけど、はい、時間がない時は、はい、基本はそうやって指示が来てやるんですよね。へえ。でももうアメフトはそうなんですよ、はい、もうインカムで。でも野球のバッテリーがこうつけてるとしたら、うん、キャッチャーが何々って言われるんですよね。もうそれが思い、うん、それがもう、はい、あのベンチ全部ベンチがもうベンチがこっちに指示出す、はい、アウトコースストレートっ
知って、でもキャッチャーとリーチャーが出てくる、そしたらもうキャッチャーのリードとか言われなくて過ごして、あ確かに、はい、確かに勉強もね、あのもう覚えたりしなくて、何も覚えたり、な何も覚えたりしなくていいですね、いいですよ、あめっちゃ楽になりますね、まあ、楽になりますけど、はい、あの多分ベンチがバッターの特徴とかピッチャーの出来分かんないから多分きついですよね、でもそれ専用の人を作る、キャッチャーの頭脳だけの人を作るみたいな、でもやっぱ生で見ないと分かんないから、もうキャッチャーが、ね、もうキャッチャーとピッチャーでいいんかもで、うん、ビューンビューンとかって小声かー、それさあの聞き取られちゃうかもしれないですよバッターに、そうですね、はい、だからもう、あうん、マスクみたいなこういうのつけて、はい、23って、はい、あ23って、バレないように、はい、バレないように23って、どうしましょう、要はもうどっかの、はい、第三者からの視野がないようにっていう、あ、はい、まあカメラからここに出してたら、はい、バッターには見えないけど、はい、要は覗きは見られるわけじゃないですか、うん、ここで出したら、はい、ここは、うん、ロンロンロンって言って、はい、って言ったら、うん、まあ、バッターには聞こえるかもわかんないですけど、はい、だけじゃないですか、はい、確かに、え、でもバッターに聞かれるのまずいじゃないですか、いやだからマンゴスね、1,2,3,4,5 手で出してたやつを1,2,3,4,5 って言ってたな、だからもうあ何番目に言ってたやつが、はい、これまあ、そこまで暗号ですよね、はい、サインで、うん、だから4,5,8,6 あ、それもね、面白いですね、7,8,9、はい、首振ったら10,8,9,8,2,1,2 面白い、はい、っていうので、うん、やるはずね、へえ、いいですね、いいですね、それも、はい、改革案、はい、それがもうピッチャーがね、はい、3,8,4ピッチャーが、あ、いいよ、どうする、それと、つって、ね、あ、ピッチャーが言ったら聞こえないじゃないですか、あ、確かに、ピッチャーが、あ、いいよ、どうするかと、つって、はい、あ、でもピッチャーからっていうのもありですよね、ありです、ありです、うん、だもう、多分もうそれしかもう、もうそれにしよう、もう、もう何かになく、だからもう、ピッチャーも、この、インカムをしても、投球練習できるように、しなきゃいけないですね、はい、はい、そうですね、はい、なんか本当に軽くて、はい、つけてる感じのないないやつで高性能のやつで、あ、そう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 、うん、でもうやるしかないですね、いや、もう耳だけで、ね、あの、まあ、もう充電して、そうですね、線がついてない、どうします、電池切れたら、いやそれ充電してるし充電電池切れたらタイムタイムタイムって電池切れたわって新しいやつ変えてって、そのタイムを切るかもしれないですよでもそれ、うん、それってなんかもうピッチャーもだからもうキャンプのブルペンから、はい、インカムつけたまま、あのこの投げる練習しなきゃいけないですね、はい、あ、そうですね、はい、その練習も必要になってきますよね、はい、いやでもあの子供たちはやっぱり今までのこのプロ野球を見てるわけじゃないですか、映像でも、はいはい、キャッチャーがこうやってこうやって出してるのを、はいはい、あのサインの出し方かっこいいなとか思ってる子もいるかもしれないですよ、でももう やられちゃうんでしょ、もうだからもう、うん、盗撮してると思って変えるしかないですよね、はい、もういい株や、いい株、はい、4,6,8,9 聞いてますねそれ6, 8, いやもうそれしか、もうだってそれしかないと思うんですよ、サイン盗みですか、まあ、もう全員、まあでもそれってやっだからもうあのもう攻撃側も、うん、もうヘルメットに全部インカムして、はい、もうこうやって出した時間かかるじゃないですか、はい、ベンチから「はい、次エンドラインクよ」っつって「エンドラン」とか「はい、スクイズ」っつって、だからなちょっとその野球の泥臭さみたいなのが、いやもうインチキするやついるもんだって、もうでもインチキはみんなだからその紳士の、もう紳士ちゃう、もう全然やってる、いやもう紳士の心に乗っ取ってそこは頑張っていきましょうよ、乗っ取ってやってきたけどもうやってるやついるもんいっぱいだからそれって思われなくてもいいじゃないですか、だからもうあのだからそれ時間短縮にもなっていいんちゃう、まあ時間短縮になりますね、はい、でもなんかな、野球のなんかその泥臭い感じが私は好きなんですけどね、いやもうそんなことでサイン盗みやられて負けたらこっちはもう一生の不覚やから、でもね私は思うんですよ、神様は見てるんです、野球の神様は、はい、そういうサイン盗みとか悪いことをする人は上手くならない、よくうまく成績残せない、いやそれがね残しちゃうんですよそれが残しちゃうんですよ、来るとも分かってたらもう楽勝で打てるんですよ、いやそうなんだ、そんなもんなんだな、はい、それはもう残しちゃうんですよ、だって、まあ、いわば試験のカンニングと一緒ですよ、あ、そっか、はい、答え知ってるから、答え知ってるとかもう、あの教えてくれるんですよ、はい、はい、それあれだろっつって、でもカンニングしていい大学入ってもそこでうまく体制しない、いやずっとカンニングしてくれる、ずっとカンニングしてると思ったらすごいっすよ、そっか、もう上り詰めますね、あ、詰めるでしょ、はい、そいつもそのうち能力を発揮しだすじゃないですか、はい、覚えてきて、そうです、それと一緒ですよ、要はカンニングって言ったんですよ、だから要は
そうか、カンニングしてるんですよ。いや僕もね、ダルビッシュも言ってましたけど、僕も思いますよ、そんなことして売って嬉しいかと思いますけど、いや、そうです、そいつら嬉しいですよ、もう残念ながら、まあ、成績残りますもんね、データに残りますからね、勝っちゃってね、その記録とかね、はい、タイトルだけ取って喜んじゃうんですよ、で金になるじゃないですか、はい、いや僕とかはもう本当にそんなやって嬉しいんかよお前、恥ずかしくないんかと思うんですけど、そうやってやってる人たちは恥ずかしくないんですよ、はい、だからね、うん、あのこれを見てね、はい、やってる人はもうやめてほしいですけど、うん、ダルビッシュも言ってましたけど、はい、だからもうでもやめてくれないんですよ絶対、うん、だからもうインカムにしましょう。じゃあ皆さん、インカムどう思いますか、ちょっとコメント欄にお願いします。お願いします